そして次にロフトを立てたりそのままクラブの状態で当てるにはこの手首の角度を維持するというのが、まあ、非常に大事になってきます。でこの手首の角度を維持するというのはアドレスの段階で120度、まあ、約、まあ、クラブが60度で前傾が30度なので結果的にこの辺がだいたい120度ぐらいになるのですが、この120度をしっかりと、まあ、120度じゃなくてもいいのですが、こうクラブをこの自分でアドレスで構えた時のこの角度をしっかり保って動かしていれば、こうあまりコックといってこう曲げる動作もあまりいらないと思います。このように曲げなくても大体上がってくれると思います。これで仮にここの角度が今90度になってたとしても変わってる量っていうのは30度なので、アドレスで構えている状態から30度といった、まあこの程度が90度というと手でいうとこの状態なので、アドレスから見るともうこの分しか手首というのは、まあ、動いていないことになります。ですからそれが意外と皆さんもこの結構手首をこう動かして打ってしまう人が多いので、まあ、なるべく極力この角度のまま上げていく。でこのように90度か、まあ、90度弱ぐらいの気持ちで上げた方がヘッドの重みでこう後ろまでこうやって引き上げられてしまいますので、この角度のまま体を回してあげて、体を回したのでぶつけられるようにスイングを作っていくっていうのが大事になります。そうすることで強くしっかりとボールに対してエネルギーが伝わりますので、このように力を抜いて手を振りすぎてしまいますと今みたいに早く振って当てられるのですが、意外とボールはこう飛んでいかないような弱い球というか、ちょっと上に上がるような球になってしまいます。ですからこの角度をしっかりとキープしているイメージを持って体を回して打つということがスピードに頼らないでまず飛ばすための要因になりますので、ぜひその辺を注意しながら練習してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。